皆さんこんにちは。今回は神作と名高い新三国無双2の自作である新三国無双3が2に比べてかなり評価が低かった点を紹介していきます。2がシステム、ゲームバランスと神作であり、今も多くのユーザーに愛されているんですが、3は2に比べて世間の評価がかなり低いんですよね。僕個人的にも2の方が面白かったイメージではあるんですが、正直そこまで評価自体は悪くないと感じています。まあ、今となっては3も面白いよねと感じますが、当時2からの自作ということで期待値が大きくなりすぎたために評価が下がってしまっただけだと思われますが、そんな3が2に比べての改悪点をまとめましたのでご覧ください。まず1つ目の改悪点はオートロックがきつすぎる。本作にはオートロック機能があり、敵が攻撃した時に特定の敵に照準を定め、方向キーで調整しなくても自動的に連続攻撃中その敵を自動追尾する機能が存在します。この機能は新三国無双2の時からあり、対マンでは効果を発揮するものの、集団戦では自分の狙った敵に当たらないなどの不満点があったものの、なぜか自作の釣りでも継続して導入されていました。さらに3はこのロック機能がきつく設定されており、2ではある程度ロックがかかる前に軌道を反らせばうまくロックをすり抜けられていたものが、3では攻撃が2回当たってしまうと問答妙でロックがかかってしまいます。これがマジできつくて、敵がワンサカやってくる今作において速攻で単体にロックしてしまうと後ろから攻撃され放題になってしまいます。また2からの感覚ですが、武将よりも雑魚的に集中してロックがかかってしまう謎仕様もあり、頭を抱えたプレイヤーも多いのではないでしょうか。さすがに4からは本システムは廃止され楽になったものの、ジョカのような極端に攻撃範囲が狭いキャラ以外はそもそもロックなんて鼻からなくても困らないため、3で廃止されなかったのはかなりの痛手です。2つ目の改悪点は敵兵数の減少です。新三国無双2が神作と言われている理由の一つが、とてつもない無双感を味わえることですよね。ステージによっては倒せと倒せとなかなか減らない敵兵の多さが売りで、そんな敵軍を一人で切り倒していく無双感が最高でした。ただ難点として敵兵が多すぎたことで処理落ちがひどかったのも事実としてあります。これを3では改善すべくある工夫がなされました。それがそもそも敵兵を減らすという仕様です。マジで意味不明ですよね。迫り来る敵の大軍をなぎ倒す祈祷戦が醍醐味の三国無双で、そもそも敵兵を減らすという謎の大爆死に出たんですね。まあ正直2に比べたら少ないだけで、全く無双感を味わえず驚愕するほど減ったわけではないので、あとは各々の体感の話にはなるんですが、確かに2に比べて処理落ちやステルス現象はなくなり、プレイ自体は快適になりました。しかしもっと敵を切りたい欲が収まらず、逆にイライラしたユーザーも多数いたと思います。3つ目の改悪点は敵兵の密集具合と割り込み頻度です。もともと2でもよくあったイライラポイントとして、こちらの攻撃中に死角からの敵兵による割り込み攻撃が存在していたんですが、これに関しては3でさらに凶悪になりました。こちらの通常攻撃中はもちろんチャージ攻撃のため時間を完璧に捉え、周りの敵兵がこれでもかとばかりに攻撃を打ち込んできます。特に今作で追加されたチャージラッシュは集団戦では高確率で割り込まれるため、使い物にならない上に、もう一つ追加されたジャンプチャージなんて達人難易度だと 99.9% ジャンプ中に邪魔されます。今作は敵兵が減った代わりに敵の密集具合がかなりひどめに設定されており、薙ぎ払っても薙ぎ払っても攻撃の打ち割りにはまた囲まれているような状態に陥るんですね。2でもそれなりに凶悪ではあったものの、それでもある程度のプライベートゾーンは確保してくれていたので、3に比べると2の敵兵が可愛く見えてきます。4つ目の改悪点は空中ヒットに関してです。先ほど紹介した敵兵の密集具合、割り込み頻度が非常に凶悪になったことに拍車をかけて、本作は空中ヒットシステムがかなり厄介になりました。空中ヒットとは文字通りプレイヤーが空中にいる状態で攻撃されている状態のことで、空中ヒット中は体が一度地面につくまで受け身が取れない仕様になっています。2でもこの仕様はあり、巨匠の無双乱舞なんかは壁に無理やりぶち当てて空中ヒットに持っていくことで無双乱舞を連続して当てたりしていたんですが、正直2ではそこまで脅威には感じていません。なぜかというと、やはり先ほど紹介した敵兵の割り込み頻度が効いてきます。本作はプレイヤーが攻撃できない隙ができると、本当にアホみたいに全員から攻撃されてしまいます。そのせいで一度空中に浮いてしまうと、アホみたいに密集した敵にアホみたいに攻撃され続け、いつまで経っても地面に落としてくれなくなるんですね。特にこちらの攻撃で少しでも宙に浮く攻撃を行うキャラだと簡単に浮かされてしまい、武将と兵士のプリキュア並みに息のあったコンビネーションでお手玉されてしまいます。
そのため空中に浮きやすい砲塔や装陣、さらにはチャージラッシュなどは時と場所を考えて使わないとそもそも戦になりません。個人的には孫作の11武器の際に大量の浮き地にお手玉されるのがトラウマでしたし、一度なってしまうともう技術云々どころではなくなってしまうのが今作が鬼畜と言われた一つの理由であると言えるでしょう。5つ目の改悪点は武器システムについてです。もともと2では第1武器から第5武器まで存在し、4武器と5武器はユニーク武器で固定、1から3武器は普通の箱から入手できるんですが、新三国無双3では武器がレベル制に変更されました。通常武器はレベル1から9まで存在して、敵将を倒してゲットできる武器経験値に応じて加算されていき、レベル9まで成長させるようなものになります。その過程で武器が2段階変化し、レベル9で6回攻撃の武器に変化し、レベル9武器になれば本作のユニーク武器であるレベル10武器が取得でき、その後にレベル11武器が取得できるようになります。まずこのシステムには賛否両論あると思うんですが、僕は反対派です。まずこのレベルに関してですが、一度レベルが上がった武器は下げることができません。したがって現状入手している最高レベルの武器のみしか選択できなくなってしまうので、縛りプレイなどで武器レベルを下げたい場合は武器レベルを初期化し再度レベルを上げる必要があるんですね。さらに今作の武器が2と大きく違う点として、武器に付加されるバフ値がないことが挙げられます。2では1から3武器自体が単体で箱から入手できる、それぞれにランダムで補正値がついてくるため、3武器を高難易度で厳選すればユニーク武器より強い3武器を入手できたりしていたものが、今作ではレベル11武器のユニーク武器に固定値としてでしか付加されていないんですね。つまりレベル10武器まではどうあがいても何の負荷もついていない、変えることもできない武器になってしまい、武器厳選の楽しみが消え失せてしまいました。そもそもレベル制限のため武器の箱とか存在しないですしね。一応ユニーク武器である10武器に負荷がないのも謎ですし、正直今作の武器システムは完全に失敗だと感じました。さらに言えば11武器についている負荷も中途半端な補正値が多く、アイテムと重ね掛けしてもレベル20以上にはならない仕様のため、物によってはあってもなくても大して変わらない補正値もあり、まあまあなゴミシステムになりましたね。6つ目の改悪点はアイテムシステムについて。2のアイテムと3のアイテムに関しては物や量自体はそこまで変化していません。真空書がレアアイテム化したことや、強撃術書が常時発動される排水ゴフになったりと改善点も多々あるものの、問題なのは補正値です。2では通常アイテムの補正値が数値式だったものが、3ではレベル制に変更されました。レベルは1から20まで物によって最高値が変わっていた2からだいぶ分かりやすくなったんですが、3では残念ながら限界突破が廃止されたんですね。限界突破アイテムというのは2特有のアイテム仕様であり、通常で決定されているアイテムごとの補正値の限界を超えた補正値のアイテムが存在していました。例えば朱雀翼は通常プレイだと限界値がプラス60までになるんですが、高難易度ステージ、なるべく早くコンボポイントを稼ぐという条件を満たしてアイテムを取得すると、たまにプラス60以上の朱雀翼、最大プラス75の朱雀翼が取得できるという仕様です。まあ、要はやり込み要素になるんですが、これがなかなか取れない代わりに真空書やカッタン、投稿鎧など2で必要不可欠なアイテムはぜひ欲しい限界突破アイテムが3では廃止され、割と簡単にレベル20のアイテムを取得できるようになりました。まあ、これは改善点とも言われると思われるんですが、三国無双を極めた者だけが到達できるやり込みという点においては正直改悪点と説明した方がしっくりくるかなと感じたため、今回紹介させていただきました。7つ目の改悪点は玉属性に関してです。前作2の醍醐味の一つとして、特定キャラの特定武器の特定チャージ攻撃に付加されている属性が挙げられると思います。例えば曹操4武器チャージ6に残属性、宿友5武器チャージ6に風属性など、システム上決まったキャラしか使えなかった属性攻撃が、3では玉アイテムが登場したことにより、誰でもどの武器どの攻撃でも好きな属性を発動できるようになりました。まあ、これ自体はね、最高の改善点だと思います。特に2は敵が異常に硬いため、炎や残がないキャラにとっては地獄以外の何物でもありませんでしたからね。ただこの玉属性に関して改悪点も挙げられるんですね。まず一つは2で最強だった残属性と炎属性が大幅に弱体化されたことです。もう有名すぎるので詳しい説明は省きますが、2では敵を浮かしている間燃焼ダメージを与え続ける炎属性と、雑魚一撃死、武将限体力 25% ダメージを与える残属性が猛威を振るっていたんですが、3では炎属性が超絶カスダメとなり使い物にならなくなり、残属性も確率性となって約6分の1の確率に変更されました。まあ、6分の1とは言うものの、正直なところ体感10分の1くらいなので、まあまあ発動しないイメージに近いです。
残玉はまだ使えるんですが、遠玉はマジで話にならないので快楽点の一つですね。もう一つは玉属性の付加条件についてです。2の特定の攻撃にしか乗らなかった属性攻撃が今作ではどの攻撃にも乗るように改善されたのはされたんですが、それにも結構きつい条件があります。それが無双ゲージがマックスの状態でしか付加されないといううんこブリブリ仕様です。レベル1から9武器に関してはキャラの無双ゲージがマックスでないとどの属性も乗らなくなる意味不明すぎる仕様になっているんですね。レベル10、11武器は常時付加されるため不便はないんですが、この仕様のきつすぎる点はレベル10武器の取得時です。諸葛亮や芝居、猛角などユニーク武器装備時の無双乱舞に属性攻撃が乗るような最強キャラは特にこのレベル9武器を使用しての10武器取得に手間取ってしまいます。無双乱舞なんて打開策としてバンバン使いたい攻撃なのにもかかわらず、属性攻撃が切れるのを恐れて無駄目に発動できなくなったり、諸葛亮みたいな無双乱舞に属性が乗るキャラは特段使いにくくなったりと、何のメリットがあって実装したのかわからなさすぎる本仕様が玉のメリットを簡単に相殺してくれているんですね。謎すぎます。8つ目の解約点は初見殺しのステージです。前作2では医療の戦いなどの高難易度ステージでの味方敗走などの鬼畜点はあったんですが、本作3でもいろんな意味で鬼畜な初見殺しのステージが存在しています。簡単に2つほど紹介します。まず1つは玉璽争奪戦、フリーモードでプレイできる孫権の10武器取得のステージにもなっているんですが、このステージのきついところは難易度云々ではなく玉璽を見つけないと終わらないところです。敵をすべて撃破した後1人になるんですが、玉璽争奪戦というだけあって玉璽の入った箱をマップに点在している100個の箱の中から見つけ出さないとダメなんですね。僕初見で孫権の10武器取った後終わろうと思っても終われず、位置も分からず同じところをぐるぐる回って100個の箱を壊して回ったんですが、結局最後の最後で箱が見つからずに30分さまよい続けたんですよね。最後時間オーバー前には場所が分かるので最終的にはクリアできるんですが、どうせクリアできるんなら最初から用意しとけよと突っ込んでしまいました。玉璽の場所が決まっているのか都度ランダムなのかは分かりませんが、このステージは初見殺しすぎますよね。もう一つは南蛮院平定戦、このステージの鬼畜ポイントは猛角を強順させる場合に限りアホみたいに難しくなることです。食軍だと諸葛亮、五軍だと陸遜が総大将になるんですが、猛角を強順させようとするとまあまあの確率で総大将が敗走します。猛角強順は結構めんどくさくていろいろ手順を踏まないといけないんですが、月影の10武器取得条件にこれが含まれており、初見で余裕で敗走してしまってへっってなったプレイヤーもいるのではないでしょうか。そもそものステージ難易度が高く敵も強く味方の士気もガンガン下がっていくため、初見殺しとしてはこの上ないステージだと感じました。9つ目の解約点は馬から叩き落とされやすいことです。これは2でもあった仕様なんですが、馬に乗ろうとして雑魚兵に叩き落とされるというバチバチイライラポイントがありましたよね。これが3ではさらに凶悪になり、敵兵が近くにいる状態で馬に乗ろうとすると 99.9999% 叩き落とされます。てかもうこっちが乗ろうとしてるの待ってますからね、あいつら。一応救済システムとして絶世アルミが登場し、敵の攻撃で落馬しない今作切っての神アイテムがあるにはあるんですが、これ当時リアルタイムでプレイしていた人きつかったですよね。今でこそスマホが普及して何でも調べられますし、僕もコメントで絶意取った方がいいですよとかコメントいただけたからそこまで苦労はしなかったものの、当時発売したてで2からの期待値爆上がり状態で絶意の存在なんてもちろん知らずに叩き落とされまくったプレイヤーガチ切れしてたんじゃないですか。当時やってた人いたらコメントで教えてください。絶意やぶみ取得条件もそこそこめんどくさくはありますが、絶対取っておかないと苦労するので、それが取れるまで、または11武器取得のアイテム装備付加ステージ、特に孫権伝とかがマジできつかったイメージです。長領の馬が奪えない。10個目の解約点は絶税高孫さんがエグすぎる。炎章11武器取得ステージの炎章伝では総大将の高孫さんを撃破する必要があるんですが、こいつのバチクソ気持ち悪い点が絶税やぶみに乗ってやがることです。絶影に乗ると敵のいかなる攻撃でも落馬することがなくなるんですが、この馬にまさかの敵が乗るという激ヤバステージになっています。普段馬長や周隊で絶影に乗って迫り来る敵を高みの見物で切り倒していたプレイヤーはここで敵の気持ちを理解する羽目になるんですね。高孫さんも騎乗している上にめちゃくちゃ火力も高く、一発被弾すればかなり体力を削られるため、個人的にはあまりプレイしたくないステージの一つです。11個目の解約点は郊外の爆弾です。今作では郊外のチャージ1に爆弾攻撃が追加され、一度三角ボタンを押せば4次元ポケットから無限に手榴弾のような爆弾を出しまくるんですが、この爆弾が鬼畜すぎます。なんとこの爆弾敵だけではなく味方 C では爆弾は諜報人でさえ被弾対象になるんです。
この爆弾がとにかく使いにくい。ボタン操作によって投げたりその場に置いたりできるんですが、自分のそばに置いたらさっさとその場を離れないと爆発に巻き込まれますし、何よりまあまあダメージが大きいんですよね。この爆弾で味方総大将である孫権を撃破してみたりと、お遊び要素として盛り込まれたような雰囲気のこの攻撃も一応紹介しておきます。12個目の解約点は一騎打ちシステムについてです。今作で導入され、4では早くも廃止された一騎打ちですが、2からの新しい試みとして試験導入されたものになります。その名の通り、フィールドで出会った敵武将とランダムや確定で一騎打ちになり、狭い柵の中で文字通り一騎打ちを行います。この仕様の激肝な点として、とにかく敵が強いことが挙げられます。こちらの無双ランプに合わせて、那須川天心並みの反射スピードでランプを発動してきますし、絶妙に弾き返しを乱用してかき乱してくるし、ハイパー化している武将なんて耐久力、火力ともに笑えるぐらい強いんですよね。さらには一騎打ちには拒否することもできるものの、拒否すると問答無用で味方の士気が下がるのも意味不明すぎます。武器取得の一部にはこの一騎打ちで撃破する条件が盛り込まれていたり、五郎冠の呂布との一騎打ちなんて初見殺し確定の鬼畜戦闘だったりと散々です。さらにきついのがチャレンジモードの連投です。連投は決まった武将をループしながら一騎打ちでどれだけ進めるかを競うモードなんですが、最初こそ弱いものの25ぐらいからどんどん敵が強くなり、普通にその道のプロが操作してんのかってぐらい人間じみた駆け引きを行ってくるんですね。無双乱舞は確定で反撃されるので無駄打ちさせないといけませんし、無双乱舞が溜まるまでガードしてたりとマジで鬼畜すぎるモードになります。一騎打ちの制限時間がなくなるレアアイテム静止念書はこの連投で31人以上倒す必要があり、まあ、そこそこしんどい取得条件ですよね。一応僕は集大で57人まで撃破できたんですが、もう45人くらいからは神経すり減らしての戦いになるため、かなり鬼畜なシステムであると言えると思います。一応武将との戦闘時間短縮や経験値、アイテムの質が上がったりとメリットはあるのがあります。13個目の解約点は敵の無双ゲージが無限。3の解約仕様として忘れてはいけないのがこの無双ゲージに関してです。今作の無印では敵の無双ゲージに縛りがなく、連続で無双乱舞を発動することも可能になっているんですね。2のように特定条件で無双乱舞を発動するみたいな仕様がなくなった代わりに、いつ何時発動されるかわからない未知の恐怖と戦いながら戦闘する必要があります。これはずるいよね。14個目の解約点は名乗りシステムです。今作で追加された仕様として名乗りというものがあります。ミキスティックを押し込むことで発動する技で全員平等に設定されています。効果は敵のガードを崩すというもので、2ではチャージ1で敵のガードを崩せていたものが3では崩せなくなった代わりに、この名乗りを使用できるようになりました。一応リョフと張飛はガード崩しに加え少しだけダメージが入るんですが、その他は崩すだけになります。この名乗りシステムが使えないのは、名乗り時間がやたら長い上に敵が妨害してくるからなんですね。正直使い物にならないので、これはもうないものとして考えた方がいいと思います。使うだけ無駄です。そのくせ敵はまあまあ使ってきてイラッとするというのもありますが、15個目の解約点は無双モードが勢力ごとに変更されたことです。これは個人によって好き嫌いが分かれると思われますが、前作の2の無双モードが各キャラ7から10ステージ用意されていたものが、3ではそれぞれの勢力ごとに用意された無双モードシステムに変更されています。僕個人としては荒くても使い回してもいいので個人の無双モードにしてほしかったところではあるんですが、今回は勢力ごとになってしまったことで無双モード自体のワクワク感が減ってしまったことが解約点と感じた一つですね。16個目の解約点は弱体化されたキャラについてです。玉属性の追加によるシステム変更により、2で猛威を振るっていた曹操や花崗炎、小京などが軒並み弱体化されてしまったんですが、その中でも玉属性は関係なしに弱体化された残念な武将が関根です。関根は2で無双乱舞がチートすぎてアホみたいに無双していたんですが、3になって移動速度が上がったことに加え、利き手が逆になってしまったことによりなかなか当たらない無双乱舞になってしまいました。まあ、チャージ力がかまいたちからサイクロンに変更されたりと改善された点もあるし、まあ、弱体化されたとはいえ慣れればそれなりに当てられるしダメージも普通に大きいので、2に慣れた状態で初見で見ると結構きつい弱体化ポイントではないでしょうか。17個目の解約点はカッターについてです。前作2では必ずと言っていいほど装備したい最強アイテムカッターですが、今作でも入手しにくいアイテムとして存在しています。カッタンの効果は無双ゲージ増加量の上昇なんですが、残念ながら3のカッタンは2に比べてだいぶ無能アイテムになり下がりました。
まず2では敵にダメージを与えた時、敵からダメージを受けた時、瀕死状態で溜まる時の3パターンにカッタンの無双ゲージ増加量上昇効果が適用されていましたが、3では瀕死状態の無双乱舞量はそのままになってしまいました。また3無印では無双増加量上昇と同時にゲージ消費量も増加してしまう謎のバグが発生してしまいます。一応猛将でになって改善はされたものの、2に比べるとそもそもの無双増加自体大したことないので、まあまあ解約された無能アイテムになりますね。18個目の解約点は武器取得が鬼畜すぎることです。先ほどの玉属性付加条件にも絡んでくるんですが、本作はレベル10武器はフリーモード、特定キャラは無双モード、レベル11武器は猛将伝の烈伝モードで取得する必要があります。前作2ももちろんバチクソに鬼畜だったんですが、3では変わった理由で鬼畜だったんですね。まず一つはレベル10武器の取得について。10武器取得時はキャラの武器はレベル9なので、先ほどの通り玉属性が付加されにくくなっています。そのため諸葛亮や芝居などのそもそも使いにくいキャラに今作仕様の敵兵ワンサカパーティー仕様が拍車をかけて、面白いくらいにボッコボコにされてしまいます。まあこれは標玉と組み合わせることでそれなりに楽にはなるんですが、それでもかなり難易度は高いので鬼畜と言えるでしょう。問題は次、11武器取得のお話です。もう当たり前に知っていることと思いますが、11武器取得は各キャラごとに用意されたミニステージの烈伝モードで取得する必要があります。いやいや、レベル10武器持ってるし玉属性発動し放題なんだから余裕でしょと思ったのが大間違い。この烈伝モードには縛り条件があるステージが多すぎるんです。その縛りの内容は護衛兵禁止などがあるんですが、その中でもきつすぎるのがアイテム装備禁止、これがヤバすぎます。11武器は達人難易度で取得する必要があるため、敵がそもそも強すぎる上にアイテムが装備できないキャラは問答無用で鬼畜ステージ確定になるんですね。まずせっかくつけれるようになった玉がつけられない、さらに馬にも乗れない、真空書やカッタン、玄武功など今作の神アイテムがもろもろ装備できない、こんな鬼畜の所業が許されるんでしょうか。孫権や小京、加工豚や長仙などはこの仕様のせいで僕の寿命は3年くらい減ったと思います。敵は強いのに移動は遅いわ、範囲は狭いわ、よろけまくるわ、無双ゲージ打てんわで散々な結果になりました。まあ2人プレイで取得できるにはできるんですが、それはもう邪道すぎるので頑張って1人で全部取得しましたが、最後の方のキャラはきつすぎて発狂しまくってましたね。鬼畜すぎます。はい、今回はここまでにします。ちょっと長かったですが、お付き合いいただきありがとうございました。他にも解約点があればコメントで教えてください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。